ばその、例えばね、さ、これはね、先にですね、作られ、昔作られた、のびの実写版って先にあって、市川崑版が、1959年にあるんですよ。これはこれで当時としては、まあ、間違いなく立派な作品だったはず、っていうか、立派な作品なんだけど、場面場面としては原作に忠実なように見えて、この映画もやっぱ見ると、要所でものすごくソフト化されてるんですよ。いろんな描写とかメッセージが。例えばラストとかがちょっとなんか西部戦線異常なしを意識したのかな、みたいな感じのラストになってたりするんだけど、そこと比較すると今回の、塚本版のびっていうのが、いかに原作小説のエッセンスをむしろ研ぎ澄まし、むしろ容赦なく先鋭化させた映画かっていうのが、より際立つっていうふうに思うんですけどね。比べてみると本当にいいと思いますけど。で、それっていうのは、もちろん見た人全員が度肝を抜かれるグロ描写。これだってすごい大事なんですよ。これ要するにグロであることっていうのは別に、エンターテインメントのためにやってるわけじゃなくて、この映画にとっては絶対大事なこと、むしろ本質でもある。さっき言った肉体の変容の話もあるから、環境の変容の話もあるから、それ大事なんだけど、一番のポイントはここだと思うんですよね。今回の帯。主人公、つまり戦争参加者っていうものの、加害者性っていうものにから逃げてないっていうか、それと向き合おうとしてるところが今回の大きな違いだと思いますよね。はい。例えばですね、降伏しようと思うけどやめるっていうところの描き方が、まあ、とある事情でやめるんだけど、起こることはほぼ同じなんですよ、その市川崑版も。まあ、原作はそうやって書いてあるから。でも今回ははっきり、お前そんな権利あんのかっていうふうにやっぱ見えるようになってるとか。まあ、それとクライマックスの描き方とかももちろんそうです。あと、そうですね。例えば、教会のシーンがあるんですけど、教会で、まあ、ある惨劇が起こるんですけど、そこのシーンなんかは単純に今回の方が、なんですかね、映画としてサスペンスフルになってるっていうか、はってこう気づいて、あれ向こう気づかれた立ち上がると。みたいなね、すごく映画的にいい見せ方になってるってもあるし。とにかくですね、のび、この物語の主人公は、その加害者性っていう、その一線を越えてしまったことで、人として、なんなら生き物として、決定的に変容してしまうわけですよ。そしてそれは、たとえ無事生きながらえたとしても、決して戻ることはできない、許されない一線なんだっていう話に今回なってるわけですよ。だから見なきゃよかったって感じる人はすごく正しいんですよ。見てしまったが最後、それは不可逆的な体験をしてしまうってことなんだよ、戦争行くってことはさ。で、今回の映画オリジナルのエンディング、戦後一見平穏に暮らしている主人公のシーンっていうのがね、まあ、あるんですけど、そこでどうやらその一線越えてしまった人らしい、その夫の背中をただ見つめる奥さん役の中村優子さんが、これまた非常に絶品なんですけど、素晴らしいんですけど、少なくとも、要するにですね、原作小説は自分は、俺は一線を越えてないんだっていうふうに、自分では、まあ、実際はどうかわかんないってグレーさは残してるけど、今回の映画版のびは、さらにぐっと黒に近いグレーに、黒に近いグレーなバランスで示される。要するに主人公の決定的な変容。もう後戻りできないとこまで行っちゃってんです、この人はっていう。こここそが今回の伸びの一番の、恐ろしく、鋭いところだというふうに思います。はい。これはもちろん現代の戦争だってそうなんですよ。そのフィリピン戦じゃなくたって、例えば、その、イラクだって何だって、そのアメリカンスナイパーでも描かれてましたけど、帰ってきた兵士がもう完全に病んでしまうって、今だって普遍的にあることだし。あるいは、この番組にありましたドキュメンタリー、アルマジロ。あそこで描かれた戦闘って現代の近代兵器を見た現代の軍隊だけど、あの戦闘ってオーガナイズされたものに見えます？全然見えなかったですよね。だから大して変わりないってことなんじゃないですかね。そしてこれを演じるのがやっぱり一見普通の人に見える塚本監督自身だったのもやっぱりベストだと思うんですよ。当初の構想でベストはやっぱり浅野忠信っていうの監督が言ってたらしいけど、いや塚本さん、これがいいんじゃないですかね。キャストは本当に素晴らしくて、さっき言った中森優子さんもそうですし、まあ、リリーさんの安田っていうね、人好きするけど、まあ、小ずるいおじさん。でも、ね、彼はやっぱサバイバル力が高いだけなんだけどさ。あと、ブランキージェットシティの中村達也さん。弾が避けていくっていう感じのカリスマ性。ああ、なるほど。あの頑固。なるほど。この人についてれば生き残れるかもって思えるからこそ、原作とはちょっと役柄がですね、重ねられてるんですけどね。木のとこに座ってっていうと、あれは別の役柄なんですけど、今回はその、中村達也先生の伍長の役になって、これが要するに、あんだけ頼りになる戦場のカリスマだった人が、もう錯乱してる。っていうのが、もうより絶望感を増すし、そして人肉食をほのめかす役割っていう意味でも、スマートなアレンジだと思います。要するに彼から全て人肉食っていうのがほのめかされる。あと、オーディションで選ばれてという森優作さん演じる長松、森優作さんってこの方。まあ、市川崑版がミッキーカチス版っていうね、カチスっていうね、幼さっていうのもそうだけど、やっぱラストの血まみれの口をバーって開いて、目が黒目がちな可愛い目がちょっとやっぱ小動物っぽいんだよね。
もう素晴らしい、あの表情一発でもこの方もう素晴らしいと思います。あと役名とかないですけど、僕大好きなとこがあって、あの死体かなと思って、宇治が湧いてるから死体かなと思って、やっぱりこうなるのが運命かってボソッと言うと、これ原作小説もあるんですけど、何を市川版今版にもある、何をって言うんだけど、今回はこうやって死体で宇治が湧いたその死体のままあっていう、うわっていう、あの感じ悪さ、もうベスト、このシーンの描いた原作小説すら超えた、やっぱ恐ろしいシーンになってるんじゃないでしょうか。とにかくですね、どんな政治的思想的心情をお持ちであろうと、こんな目には絶対会いたくないとか、こんなことは起こってほしくないっていうところは間違いなく骨身に染み入るはずの、まあ、87分間ですよね。はい。で、まあ要するにその、なんていうかな、あの、戦争に行きたくないね、若者っていうのをさ、その、利己主義って言ってはばからないあの方とか見たらどういうふうに思うのかななんて興味深いあたりなんですけども、はい。まあ映画としてのね、その、描写のすごい素晴らしさので、もう細かく言ってきたので、もうあんま時間がないんで、先ほど、敵は見えないとかさ、あとさ、あの、今回、なんだっけ、パロンポンだっけ、そこに向かえばいいんだけど、要するに原作とか市川こんばんに比べても、どこに向かおうとしているのか、何をしているのかが全く不明。もう戦争としては全く、成立していない。何をしているのかよくわかんない。そのトロー感。しかも、あの状況は本当にあったんだっていうことですよね。はい。まあ、そこから、思いっきりあったという、やっぱりそこはやっぱちょっと骨身に染みるところじゃないでしょうか。で、とにかく私は前から言ってるようにですね、映画というのはこんな面には絶対に会いたくないっていうのを想像力を働かせて疑似体験するという、なのでいいですか、この2015年夏にクーラーの効いた劇場で清潔な水分を取りながらね、上の心配もなく、これが見れる世の中に感謝ですよ、感謝感謝ですよね。で、誰がなぜこんな事態を引き起こしたのか改めて調べてみればすぐそういうのも出てきますんでね。これもそれこそその副読法のね、その遊学者から出てるやつとかにも書いてありますんで、はい。まあ、絶対一つ言えるのはやっぱりさっき言ったようにマッドマックス、怒りのデスロード級にやっぱり体感性っていうのを通じて伝わってくるものが非常に多い、あと没入感というか、はい、ライド性と言ってもいいと思いますけど、なので絶対にこれ断言します、絶対に映画館で見た方がいいです。はい、もそういうデジタル風のそのカメラとかって言って、だったらじゃあそのテレビとかにふさわしいチープさかって、そうじゃなくて、絶対に映画館で見た方がいい。音とかもすごく大事なんで、と思います。先ほど言いましたね、その塚本慎也作品の、まあ、通底するテーマ、肉体と意識の変容を通じて、人間性というもののギリギリの一線というのは何かというのを突き詰めていくという、そのテーマの、まさに集大成にして、その、塚本慎也的作品テーマが容赦なく今我々がいるこの現実とリンクする力をものすごい作用を持ってるって意味において間違いなく最高傑作だというふうに思いました。はい。で、これがやっぱりその東京でたった2巻で、小さいところで2巻でっていうのがね、そのお金が集まんなかった、作るのにお金が集まんなかったのは今更ぐちゃぐちゃ言ってもしょうがないけど、これ心あるシネコンとかちょっと全国でもっともっと広く見られていいんじゃないですかね。それこそ国民全員必見級で見られてほしいっていう風に、思う作品です。あの、決して楽しい映画じゃないですし、決して面白い映画じゃないですし、ですけども、この夏ね、これより面白い映画ありますよ。インサイドヘッド面白い、素晴らしい完成度とかね、そういうのありますけど、この夏一番重要な一本ですよね、間違いなくね。はい、やってるうちに絶対に映画館に行っていただきたい作品だと思います。塚本慎也作品っていうのを入り口としても、伸びおすすめですので、はい。そういう意味で単純に映画ファン的に言っても、見ない理由はないと思います。ぜひ劇場でウォッチしてください。はい、ということで、来週はスペシャルウィークでございますということで、ウォッチ候補作品もね、やはりちょっとメジャー作品申し訳ございません。あと私来週むちゃくちゃまたちょっと忙しくてですね、ちょっと深夜までちょっとやってるような作品じゃないとですね、見れない、シネコンで深夜までやってるような作品じゃちょっとなかなか見れないスケジュールということもあって申し訳ございませんが、他にもいろいろあるの分かりつつ、今回は2作品に絞らせていただきました。まず最初の候補はこちら、ジュラシックワールドね、ジュラシックは毎週言ってますからね、ジュラシックワールド4作目でございます。クリス・プラットが主演でございます。続いてはリスナーカプセルです。ラジオネーム、ケンタロウさん。毎週楽しく聞いてます。ありがとうございます。スペシャルウィーク、ぜひとも師匠にウォッチいただきたい作品は、ミッションインプシブル、ローグネーションです。本日鑑賞してきましたが、最高でした。今作は、ただの続編ではありません。例えるなら、
ミッションインポッシブル版のスカイフォールだと言えるでしょう。おお、そうかい。完全にシリーズの原点回帰にして仕切り直しのための一作だと思います。原点回帰をするためだからこそ監督はクリストファー・マッカリーだったのです。トム・クルーズ恐るべし。今作は間違いなく評論する価値のある一作だと思います。ジュラシック・ワールドの評論も聞きたいですが、来週以降でお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、まあもうね、もうノビとの正反対というね感じでございますよね。ハリウッド大作アクション映画二大大作、ジュラシック・ワールドとミッション・インポッシブル、二作にして終わらせていただきました。レッツガチャタイム。カプセルが出た後、どうしても他に評論したい映画があれば、自腹で1万円払えばもう1回ガチャを回すことができるシステム、ただ現在9万円が溜まっていますが、これで避けたらそんなにそっち嫌なのかみたいな話になるからね。よし、リアルにほらほらたほらほら、また2回入れるかな。ジュラシックワールド行ってみよう。ジュラシックワールド、ということでございます。気楽にいけますね、ノビと違ってね。この映画を見たというリスナーの皆様から感想メールもお待ちしております。またシネマンデース歌丸にウォッチしてほしい映画も募集中。メールが採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp までよろしくお願いいたします。以上、スペシャルウィークも誰が映画を見張るのか、週刊映画指標ムービーウォッチメンのコーナーでした。はってこう気づいて、あれ向こう気づかれた、立ち上がるとみたいなね、すごく映画的にいい見せ方になってるってもあるし、とにかくですね、ノビ、この物語の主人公は、その加害者性っていうその一線を越えてしまったことで、人として、なんなら生き物として決定的に変容してしまうわけですよ。そしてそれはたとえ無事生きながらえたとしても決して戻ることはできない、許されない一線なんだっていう話に今回なってるわけですよ。だから見なきゃよかったって感じる人はすごく正しいんですよ。見てしまったが最後、それは不可逆的な体験をしてしまうってことなんだよ、戦争行くってことはさ。で、今回の映画オリジナルのエンディング、戦後一見平穏に暮らしている主人公のシーンっていうのがね、まあ、あるんですけど、そこでどうやらその一線越えてしまった人らしい、その夫の背中をただ見つめる奥さん役の中村優子さんが、これまた非常に絶品なんですけど、素晴らしいんですけど、少なくとも、要するにですね、原作小説は自分は、俺は一線を越えてないんだっていうふうに自分では言う、まあ、実際はどうかわかんないってグレーさは残してるけど、今回の映画版のびは、さらにぐっと黒に近いグレーに、黒に近いグレーなバランスで示される、要するに主人公の決定的な変容、もう後戻りできないとこまで行っちゃってんですこの人はっていう、こここそが今回のノビの一番の恐ろしく鋭いところだというふうに思います。はい、これはもちろん現代の戦争だってそうなんですよ。そのフィリピン戦じゃなくたって、例えばそのイラクだって何だって、そのアメリカンスナイパーでも描かれてましたけど、帰ってきた兵士がもう完全に病んでしまうって、今だって普遍的にあることだし、あるいはこの番組にありましたドキュメンタリーアルマジロ、あそこで描かれた戦闘って現代の近代兵器を見た現代の軍隊だけど、あの戦闘ってオーガナイズされたものに見えます？全然見えなかったですよね。だから大して変わりないってことなんじゃないですかね。そしてこれを演じるのがやっぱり一見普通の人に見える塚本監督自身だったのもやっぱりベストだと思うんですよ。当初の構想でベストはやっぱり浅野忠信っていうの監督が言ってたらしいけど、いや塚本さんこれがいいんじゃないですかね。あのキャストは本当に素晴らしくて、さっき言った中森優子さんもそうですし、まあリリーさんの安田っていうね、人好きするけどまあ小ずるいおじさんでもね、あれ彼はやっぱサバイバル力が高いだけなんだけどさ、あとブランキージェットシティの中村達也さん、弾が避けていくっていう感じのカリスマ性、ああなるほど、あの頑固、なるほど、この人についてれば生き残れるかもって思えるからこそ、原作とはちょっと役柄がですね重ねられてるんですけどね、あの木のとこに座ってっていうと、あれは別の役柄なんですけど、今回はその、中村大輔先生の伍長の役になって、これが要するにあんだけ頼りになる戦場のカリスマだった人がもう錯乱してるっていうのが、もうより絶望感を増すし、そして人肉食をほのめかす役割っていう意味でも、スマートなアレンジだと思います。要するに彼から全て人肉食っていうのがほのめかされる。あと、オーディションで選ばれてという森優作さん演じる長松、森優作さんってこの方。まあ、ね、市川こんばんがミッキーカチス版っていうね、カチスっていうね、幼さってのもそうだけど、やっぱラストの血まみれの口をバッて開いて、目が黒目がちな可愛い目が、ちょっとやっぱ小動物っぽいんだよね。もう素晴らしい、あの表情一発でもこの方も素晴らしいと思います。あと役名とかないですけど、僕大好きなとこがあって、あの死体かなと思って、ウジが湧いてるから死体かなと思って、やっぱりこうなるのが運命かってボソッと言うと、これ原作小説もあるんですけど、何を市川版コンバにもある何をって言うんだけど、今回はこうやって死体でウジが湧いたその死体のままあっていう、うわっていう、あの感じ悪さ、もうベスト、このシーンの描いた原作小説すら超えた、やっぱ恐ろしいシーンになってる。やっぱその
例えばね、さ、これはね、先にですね、作られ、先に、うん、昔作られた、のびの実写版って先にあって、市川こんばんが、1959年にあるんですよ。これはこれで当時としては、まあ間違いなく立派な作品だったはず、っていうか、立派な作品なんだけど、場面場面としては原作に忠実なように見えて、この映画もやっぱ見ると、要所でものすごくソフト化されてるんですよ。いろんな描写とかメッセージが。例えばラストとかがちょっとなんか西部戦線異常なしを意識したのかな、みたいな感じのラストになってたりするんだけど、そこと比較すると今回の、塚本版のびっていうのは、いかに原作小説のエッセンスをむしろ研ぎ澄まし、むしろ容赦なく先鋭化させた映画かっていうのが、より際立つっていうふうに思うんですけどね。比べてみると本当にいいと思いますけど。で、それってのは、もちろん見た人全員が度肝を抜かれるグロ描写。これだってすごい大事なんですよ。これ要するにグロであることっていうのは別に、エンターテインメントのためにやってるわけじゃなくて、この映画にとっては絶対大事なこと。むしろ本質でもある。さっき言った肉体の変容の話もあるから。環境の変容の話もあるから。それ大事なんだけど、一番のポイントはここだと思うんですよね。今回のムービー。主人公、つまり戦争参加者っていうものの、加害者性っていうものにから逃げてないっていうか、それと向き合おうとしてるところが今回の大きな違いだと思いますよね。はい。例えばですね、降伏しようと思うけど辞めるっていうところの描き方が、まあ、とある事情で辞めるんだけど、起こることはほぼ同じなんですよ、その市川こんばんも。まあ、原作はそうやって書いてあるから。でも今回ははっきり、お前そんな権利あんのかっていうふうにやっぱ見えるようになってるとか。まあ、それとクライマックスの描き方とかももちろんそうです。あと、そうですね。例えば、教会のシーンがあるんですけど、教会で、まあ、ある惨劇が起こるんですけど、そこのシーンなんかは単純に今回の方が、なんですかね、映画としてサスペンスフルになってるっていうか、非常に多い、没入感というか、はい、ライド性と言ってもいいと思いますけど、なので、絶対に、これ断言します。絶対に映画館で見た方がいいです。はい、そういうデジタル風のそのカメラとかって言って、だったらじゃあそのテレビとかにふさわしいチープさかってそうじゃなくて、絶対に映画館で見た方がいい。音とかもすごく大事なんで、と思います。先ほど言いましたね、その塚本慎也作品の、まあ、通底するテーマ、肉体と意識の変容を通じて、人間性というもののギリギリの一線というのは何かというのを突き詰めていくという、そのテーマの、まさに集大成にして、その、次、塚本慎也的作品テーマが、容赦なく今我々がいるこの現実とリンクする力をものすごい作用を持ってるって意味において、間違いなく最高傑作だというふうに思いました。はい。で、これがやっぱりその、東京でたった2巻で、小さいところで2巻でっていうのが、ね、その、お金が集まんなか、作るのにお金が集まんなかったのは今更ぐちゃぐちゃ言ってもしょうがないけど、これ、心あるシネコンとか、ちょっと全国でもっともっと広く見られていいんじゃないですかね。それこそ国民全員必見級で見られてほしいっていうふうに、思う作品です。決して楽しい映画じゃないですし、決して面白い映画じゃないですし、ですけども、この夏、ね、これより面白い映画ありますよ。インサイドヘッド面白い、素晴らしい完成度とかね、そういうのありますけど、この夏一番重要な一本ですよね。間違いなくね。はい。やってるうちに、絶対に映画館に、行っていただきたい作品だと思います。塚本慎也作品っていうのを入り口としても、伸びおすすめですので、はい。そういう意味で単純に映画ファン的に言っても、見ない理由はないと思います。ぜひ劇場でウォッチしてください。はい、ということで、来週は、とにかくですね、どんな政治的思想的心情をお持ちであろうと、こんな目には絶対会いたくないとか、こんなことは起こってほしくないっていうところは間違いなく骨身に染み入るはずの、まあ、87分間ですよね。はい。で、まあ、要するにその、なんていうかな、戦争に行きたくないね、若者っていうのをさ、その、利己主義って言ってはばからない方とか見たらどういうふうに思うのかななんて興味深いあたりなんですけども、はい。まあ、映画としてのね、その、描写のすごい素晴らしさなので、もう細かく言ってきたのでもうあんま時間がないんで、先ほど、敵は見えないとかさ、あとさ、今回、なんだっけ、バロンポンだっけ、そこに向かえばいいんだけど、要するに原作とか市川こんばんに比べても、どこに向かおうとしているのか、何をしているのかが全く不明。もう戦争としては全く、成立していない。何をしているのかよくわかんない。そのトロー感。しかも、あの状況は本当にあったんだっていうことですよね。はい。まあ、そこから、思いっきりあったことは、やっぱりそこはやっぱちょっと骨身に染みるところじゃないでしょうか。で、とにかく私は前から言ってるようにですね、映画というのはこんな面には絶対に会いたくないっていうのを想像力を働かせて疑似体験するという。なので、いいですか？この2015年夏にクーラーの効いた劇場で清潔な水分を取りながら、ね、上の心配もなく、これが見れる世の中に感謝ですよ。感謝ですよね。
で、誰がなぜこんな事態を引き起こしたのか、改めて調べてみれば、すぐそういうのが出てきますんでね。これもそれこそ、その、副読法のね、その、遊学者から出てるやつとかにも書いてありますんで、はい。まあ、絶対一つ言えるのは、やっぱりさっき言ったように、マッドマックス、怒りのデスロード級に、やっぱり体感性っていうのを通じて伝わってくるもの、